うございます。おはようございます。で、5月2日目トレーニング始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、今日は山内さんですね、10時から16時まで、カットしていただきます。じゃあ最初にですね、皆さんからの自己紹介を山内さんの方にしていただきたいと思いますので、はい、森脇さんからはい、お願いします。はい、大阪ブルーチーフィラーの、森脇拓也と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青山の若山のニーロと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高知県のヘアメイクのワール日和さん、マイと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福井県のボリスビアンバルコチン山崎飛鳥と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アシュの青年です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、始めていただいて、はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあ改めまして皆さん、おはようございます。おはようございます。ね、あの皆さんメンバーとしてはね、もう以前にお会いして、もう顔見知りの方ばっかりなんで、今日はあの少ない人数なんですけども、本日、幸子さんもその鍵屋に乗っ取って、夕方4時までね、ですかね、はい、ご一緒させていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。今日はあの一応皆さんとお供をさせていただいて、サポートをあのお願いします。今井と申します。僕にもアスタントトップアスタントをやってました。なんかね、おそらく皆さんに教えるようなまだレベルではなく、皆さんの方がおそらくというよりも大先輩になるとは思うんですけども、なんかお手伝いができればと、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、まずそうですね、始める前に、そうですね、昨今ちょっと思うようなところをね、先生から始めていきたいと思います。まず我々美容師として大きく枠をまず見ていきたいなっていうところがあるじゃないですか。今どういうことが起きてて、自分たち美容師としてはどういうことを感じていけば、考えていけば、ね、それのこう課題に取り組んでいけばいいかっていうのがあると思います。で、まず美容師の美っていうね、そういうところからね、ちょっと紐解いてみると、これ例えば、衣食住というね、人間が生きる三大のね、そういう話なんですけども、そういうところに美を付け加える、ね、そういうことをすることによって、人の心というのは、ただ単にこう命をね、つなげるものじゃなくて、豊かさを得ることができると思うんですよ。例えば、おいしいって、なんか食べた時においしいって思うじゃないですか。気持ちがこうね、幸せになるでしょ。でも美味しいっていうのは美しい味とか気持ちとか、ね、そういうふうに日本の文化には、そういう感じとかそういうのをね、用いて、本当の心の豊かさはそういう美から生まれるっていう、そういう考えっていうのはあると思うんですけど、これは日本に限らず人間誰しも持っているものだと思う。よくよく考えてみると、人間というよりも実は美っていうのはすごい力がある。昆虫から動物にかけて美しくなることを本能的にやっています。で、これは下世話の話になるかもしれませんけれども、種を残すというね、そういう一つ その生きるものに対しての課題というよりも、本当に本能、ね、自然が、そこにこう与えた、そういうもう外せない要素で、僕らはそういう美の中で仕事をしているわけです。それを生業にしているわけです。というのはすごい力のある仕事を我々は選んだということですよね。先日僕のお客様で女性の経団連に選ばれた方がいらっしゃるんです。つい最近ですよね、経団連に女性が入った。で、そ のトップの人、先日いらした時に、山田さんね、やっぱり私たちはもう美しくなりたいわよねっていう話から始まって、そうなんですよ、僕今常々こういうことを思ってるんですよと、そういう話をして、実は僕のお客さんで先日認知症を患ったお客さんが、でもう80歳90歳ぐらいのお母さんで、その日はもうずっと若い頃からというか30年代のお客さんなんですけども、ついね、その近くまでどん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 こう認知症がひどくなって、もうほとんどもう
娘のことも娘さんのことも分からない、当然僕のことなんか分からない中で連れてきて何回もその来てたわけですよ。2ヶ月、3ヶ月、1ヶ月で、でその日はたまたま、まあ、あの本当に意識がもう、ね、ないっていうか、あの認知症のおそらく分からないかもしれない、もう全くこう感覚っていうのがもうただ歩いてるんで表情もなんか全然変わんない、その中であのお嬢さんがその今誕生日なの、お母さん誕生日なんですって、あそうじゃあちょっと任せてってで、まず僕カットして、でその日はあんまりやらないんですけどメイクのことをちょっと紅さしてなんかチークでもつけてあげてって、でそれで全部終わってお母さんできましたよってでお嬢さんが来て、お母さん山さん綺麗にしてくれたよって言った時にニコッと笑ってピースをしてくれた、これは僕らの仕事の本当の力っていうのをそこに垣間見たの一瞬だったんで、あ俺たちの仕事は、ね、僕たちの仕事はすごい力のある仕事があってそういうふうに感じたんですよ。でそういう中で その僕らの環境の中でやっぱりやることっていうのはおろそかにしちゃいけない、ね、本当にあのそういうふうに思う、こうこの頃とかねっていうか、これずっとこうやって思ってるのはもう現実なんですけども、そういう中でまあ技術を磨いて感性を磨いて、ね、そういうあの感じでやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ